できるんです。拍手ありがとうございます。明日は折りたたき前足を使っております。そのため前足の力は大変強く、先ほどのポーズ軽々でしたが前に進むこともできるんです。りくん応援の旅行頑張ってね。さあもう慎重にトレーナーと一緒にステージの中央まで戻ってきました。りくの体重は現在240キロ。あら、疲れたのでしょうか。くるっと仰向けでもって休憩と見せかけて腹筋です。あすかの腹筋見たことありますか。トレーナーの腰元に合わせあすかも次トレーニングに励んでいるんです。本日の腹筋バッチリ決まりました。それではここから日々のトレーニングの成果をお見せしましょう。用意をするのはたくさんの輪か肉にマッチしてもらいます。